あ、治ったっぽいな。ネットワーク。はい。治ったっぽいけど。あ、これ勝手に配信開始になっちゃうんだ。配信終了押してないから。これ時々あるんだよな。これ時々あるんだよ。なんか赤老配信の時もあったよな、前な。ちょっと待ってよ。チェック。入ってる、入ってる、入ってる。これ時々あるんだよな。ソーリーな、さっき見てくれた人。せっかくタイミング悪かったな。なかなか見てもらえることねえのに。よいしょっと。まあまあ、気を取り直してやり直すか。ブラックパレット。の帝王賞。一番人気じゃん。いいじゃないですか。地方馬がやっぱなんか、この時代はね、席巻してるよね、ダート。有名なのは、あ、セレブレーションは聞いたことあるか。え、ダノンクレッセも違うな。俺がしてるのは紙のクレッセだ。セレブレーションは聞いたことあるくらいかな。まあ、でもなんか勝てそうだな。L パーセント先頭。あ、戻りましかした。すいません。粘り込めるか。時々あるんですよ。先頭変わりました。回線切れてしまうこと。あと200メートル。先頭ロッキータイガー強いんだが。2番手はブラックパレット。これ有名か？この馬で決まりか。先頭はロッキータイガー。1着でこれさっきも負けたわ。この馬に。3着にボールドマックス。これ絶対有名だわ、ロッキータイガー。ロッキータイガー。この馬は強い。獅子唾だ。ロッキータイガー馬娘で出てきちゃうもん。馬娘出てるくらいだから、有名な馬だろう。重賞6勝馬。やっぱ強いやん。そらこの年のジャパンカップ2着やぞ、ロッキータイガー。マジかよ。そうなんだ。やっぱマジ強の馬なんだ。悔しい。でもこのブラックパレットってあれだからね、一応オークス馬だっけな、なんか芝の G1 勝ってんだけどな、この馬も。結構なかなか自信作だったんだけどな。ダートで無双できると思ってたのに。ちょっと舐めてたわ。しっかり強いね、マジで。ケンシロウ招待されてるやん。ただまあちょっと海外行くにはちょっと早いな。どうした？ケンシロウとシンボリルドルフが仲良くなっちゃったよ。バチバチでいてくれ。ライバルやぞ。ジャパンカップで最初で最後の芝レースだったから普通に頭の仕事してる。あ、そうなんだ。へえ。ジャパンカップも出ちゃうような馬だったんだ、ロッキータイガー。競争成績。あー、地方出身なんだね、出身は。あ、ジャパンカップ出てるわ。え、2着じゃん。11番人気2着って書いてるけど、ガチ？化け物なんだか。84年のジャパンカップ、あ、違う、85年か。この年だから。この年のジャパンカップ出るのがこいつ。おい、すげえな、ロッキータイガー。いねえかな。あ、まだなんか地方の G1 しか勝ってないから上の方に評価されてないの。あ、ここにいた。
あ、なるほどね。地方馬の成績はそんなに見れないんだ。中央移籍してきたのかな。いや違うわ、地方のまんまで。知らなかった、ロッキータイガー。白身の芝20丸のロッキータイガー。いやだよね、ジャパンカップ2着の馬だもんね。すげえね。いや、いい勉強になるな、マジで。本当だ。全然見てなかった。あ、でも重い馬場得意なんだ。これ何？血統的にさ、やっぱそうだ。ヨーロッパ血統なんだ。地方馬なのにね。地方馬なのにミルジョージとかつけてんだ。1800から3000メートル。追い込み。そら強いですわ。さて。うちのブラックパレットも結構強かったんだかな。スピード A、瞬発 A プラス、パワー S プラスよ。精神力 S で。結構強いっしょ。俺ダートで無双できると思ってたもん。芝走らせた方がいいかな。いやでも、ダートの方が20丸だもんな。ダートの方が強いってことだもんな。いやそうなんだよ。強いっしょ。こいつもだってね、ここまで無敗だったもん。ホープフルまで勝って、桜花賞行こうか悩んだけど、距離適性を重視して、フローラからのオークス行って、秋華賞ら辺で、ちょっとなんかここら辺で、勝ちきれなくなっちゃったから、芝が丸だから。まあ、ダート転向させるかってことで、ダート転向させる。ペガサスワールドカップは、ちょっと、やりすぎた。調子乗った。え、ダート20丸じゃないのこれ。違うのかな。あ、そう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 。芝が丸なだけなんだ。だからね、ダートでこいつは、まあ、メスだから、牝馬だから、女王になれるんじゃねえかって思ってたけど、甘かったね。上には上がいるね。ロッキータイガー。こいつだって芝も走るから、完全上位互換だわ。ブラックパレット。悔しいよ。俺悔しい。まあしょうがないな、そんなこと言って。こいつの目標は、次は、うわ、でも JBC クラシック、ロッキータイガー来そうだな。あー、そうなんだよな。早熟なんだよ、こいつ。で、今4歳でしょ。本当はね、もう3歳で引退させようかなと思ってたんだよ。けどまだまだやれるって言われちゃったから、今年も続けて。そうなんだよ、早熟だからね。もう JBC クラシックの頃には衰えちゃってるかもしれないね。悲しいわ。あと3戦頑張ってほしい。1800こなせないか。まあいっか。叩いて JBC クラシック走って、商店でも行こうかな。ここまでやってくれたら嬉しい。募集方法。ほい。そうなんだよ。だからね、俺正常型早熟あんま好きじゃないんだよな。早めが好きなんだよな。ベルゴ。なんかね、ベルゴが結構期待されてるらしいんだ。ちょっと楽しみでは。ベルゴがこの厩舎じゃ一番強いよって言ってたから。誰かな、関東、関東だっけ、関東か。じゃあ新潟の1800ジョッキーはマナ娘。短期報告あんま好きじゃないけど、下向いてるからしょうがない。あー、こんなもんかな。ジャパンダートダービー、オッケー。マインドスキャン、ジャパンダートダービー、これ取ってくれないと困るな。まあ長距離だし2000くらいはいけるだろう。で
パートナーを決めてと。なかったら。ちょっともうここら辺決めようかな。こいつらもう引退しちゃうし、決めたところでな。こいつはあんまり強くないから。ブラッドラット君と、海外レース出るならそのレースの1ヶ月前。あ、そうなの。知らなかった。あ、やっぱ叩きって大事なんだね。へえ。なんか海外のレース走るとさ、能力がちょっと2割減みたいな感じになるっていうのは知ってたけど、叩きで出せば回避できるんだ。1ヶ月前以内かな。多分ぴったりじゃなくてもいいだろう。あと初めての海外レースはがっつりデバフ。やっぱそうなんだ。はい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 、なるほどね。じゃあ叩きで、まあ、それほどいい成績出なくても本番ではデバフが軽減されてるから成績を残せるかもしれない。いや、知らなかった。やっぱ叩き大事なんだね。ちょっとそれも意識してやっていくか。俺何選んだっけ。あ、そうそう、ブラッドラッド君ね。あ、どういう馬だったっけ。俺でもこいつ気性荒いと思うんだよな。追い込み馬だから、こいつね、追い込み馬なんだよ多分。新馬戦が追い込んでたから。一番いい流れならジャスト1ヶ月。あー、なるほどね。ジャスト1ヶ月、ジャスト一月前のレースに出す。放牧。一周挟んで本番。え、そうなんだ。え、ジャスト一月前のレースに出す。で、帰国して放牧ってことか。で、一瞬挟んでまた輸送して本番レースってことか。海外で放牧とかできないもんな。だから一回帰国させて放牧させるってことなのかな。できんのか海外で。もしかして。そうなんだ。それが流れ的に一番いいんだ。あー、まあ例えば、このこれに出すとなったら、一月前のここに出して、一周放牧してみたいなことか。こういう感じのことかな多分な。あ、内容的に、この流れがいいんだ。そうなんだ。知らなかった。次それでやってみるか。待て、ちょうどね、あーでも一月前じゃないな。このテラフーリッシュってやつがもう G1 発祥しちゃったから、金のお守りもらえるから、もう遊びで海外レース出してるんだけど、そういう感じでもね、6週間空いちゃってんだよな。ここが6週でも効果あるかな。まあその時になったらちょっと試してみるか。チャチャラチャラ。こいつはね、多分ね、精神的に弱、あ、精神的に違う、賢く、ん？追い込み場って何なの？何が弱いんだろう。気象か。気象が弱いから、今日安定でいいんだ。で、ベルゴ、エスプリ、フォークイ、あ、ベルゴ選んじゃうか。ベルゴってボバか。ボバ。育成、気象安定、育成がいいかな。
エイシングリフかっこいいかな。初戦のデバフ削ぎ落とすだけでも効果はあるかな。なるほどね。なるほどね。確かに。これしたらもっといいよっていうだけであって効果ないわけじゃないな。よし、で来週に行こうか。設定してるね。よしよし、セーブ。今年の8月にオークションスーパーグリーグ出るはずけど、どうする？買わない、買いません。これそのスーパークリークにを倒すためにやってるから俺今。おい、除外考えてなかったってマジか。お前そんなに賞金なかったっけ。1700万、2500万だったら出れると思ったよ。そう、そういうね、強敵たちを倒すために今自家生産でやってるから、史実馬は買わないから。強い史実馬は。うわ、除外マジで考えてなかった、最悪。クソテンション下がるやつ。だからそのスーパークリークを勝ったやつを、勝ったってあれね。おお、そうなんだよね。コツコツやり直し。まあ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 いいですよ。あれ、どの馬だったっけ、ホドルス。そのスーパークリークを勝った馬主をちょっとなんつうの、ウィーみたいな、ざまめろみたいなのがやりたいっていうのが今回の目的だから。早死にするシーズンは。あー、なるほどね。いや、それはそれでいいでしょ。そういう楽しみ方もありよ。延命させるってことでしょ、多分言ってるようなことは。早く死んじゃうと悲しいから、ね、でイフの世界も見れるわけじゃん、生かせることで。そういう楽しみ方もありっしょ。どこ出すよこいつ。1200から2200。なんかいるもんな、マジ強だったのにさ、怪我とか。俺が一番知ってんのはあれか、なんだっけ、あ、そうそうそう、ちょうど出てきた、ライ、サイレンス鈴鹿とか、あ、ライスシャワーもそうだね。ライスシャワーはちょっと境遇がちょっとかわいそすぎだけど、サイレンス鈴鹿もかわいそうか。主王馬として子孫を残すのが楽しかった。そうなんだよね。それもありだよ。そういう楽しみ方もあり。俺もなんかそういうのやったことある気がする。本来、ここでいなくなっちゃうような馬を生き残らして、イフの世界を支える。それもあり。ゲームはさ、そういうのができるからいいよな。人生、人生、人生。いろんな楽しみ方ができるから。あ、でも俺もサイレンス鈴鹿とかさ、バカ逃げの馬欲しいな。バカ逃げるままマジで見てるだけで楽しいからな。まあいいんですけん。4番人気ゲームだからこそ、そうだ、ゲームだからこその楽しみ方。あと1番人気だ、エルアパレル。ちょっと知らんな、なんか知ってる馬いないかも。でもさっきの知らない馬がめっちゃ強だったから油断はできん。多分勝つと思うんだけどな。カナディアンダイナ先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。マルゼンアデイアル手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 マインドスキャン抜けた。やっぱこの距離は負けるな。オリーブダブルス1800は負けたけど、先頭はマインドスキャン1着で5位。2000は負けないね。カフェチケットさすがに強い。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはマインドスキャン。マインドスキャン長距離馬だからね、ダートの。2000はこなすのか。あ、初の G1 タイトルだって、大久保与吉先生。G1 勝利、よし。そうなんです。こいつなんでマインドスキャン、そうだね、なんかなんとかペガサスっていう種馬場をつけたから、マインドスキャンなんだよな、多分。何かしらね、名前は関連あるものをつけてます。
六地先生いいね、初の G1 制覇が俺ですか。あんまり上がりきっていけないけど、まあ丸あればどうにかなるんじゃないか。ダートの1700と函館記念、はい、あちょっとタイム、まだ距離適正出ないね、早く出てほしいな。あどうした、春菜が夏休み習い事したい。おえ乗馬いいじゃん、緑え銀くらいあげるのに、お守り使うことないから、なんなら虹使ってもいいんだけどな。なし、緑なんてしょぼいよ。この子めっちゃ可愛いよな。なんでさ、この子は可愛いのに息子はあんなにしちゃったんだろうね。なんかちょっと悪意あるんだよな、ゲーム制作者。この子はこんなに可愛いのにさ、こいつの夫もかっこいいのにさ、なんでトーマくんだけこんな顔にしちゃったんだろうね。本当にちょっと気になる。トーマくんもかっこよくしてよかったのにね。ギャルゲーみたいな楽しみ方もありな。10月の吉日、そうなんだよ、明神山。そうなんです。明神山今骨折中でね、休んでるんですよ。菊花賞出てくるんだけど、でもね菊花賞出れるようなね馬今年いないから、まあ普通に美保新山が勝っちゃうんじゃないかな。ああ美保新山にはちょっと挑戦できない今年は、悲しいけど。あっ皐月で骨折したんだ、ああそうなんだね。じゃあもしかしたら三冠とかもあったかもしれないかな。秋華賞でノアの箱舟、リワードウィング。あノアの箱舟ってなんか名前かっこいいね。リワードウィング知らん。ノアの箱舟はワンチャン聞いたことあるくらい。もう活躍してたりすんのか。てかこれそもそも史実馬がちゃんとそのまま勝つようになってんのか。そこも甚だ疑問。まあその時になって考えるか。秋華賞だから、まああと2ヶ月先か。マインドスキャンは、お強いじゃん。スピード A で、勝負根性 S プラ、健康 S プラ。はあはあはあ。学質は先行。長距離っていうのがな、ダートの長距離は難しいよ。レース選びが。JBC かぶっちゃうな、ちょっとブラックパレットにはこっち行ってもらうか、こっちでマインドスキャンをクラシック走らせる。やりくりしてこう2100、うわー5キロも増えんのか G1。そのまま行っていいか、いっか5キロ背負ってもちょっと高いと思う。こっちはどっちにしろか、まあ、一応2000走らしたいし、2000こういうブラックパレットはチャンピオンズカップの方行ってもらおう。ほいっと、リワードウィングは、ああそう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 、この頃ってあれらしいね、秋華賞が3冠目じゃないんだよね、エリジョなんだよね。史実のオークス馬、へえそうなんだ、ノアの箱舟、ね、あとクソ強い史実馬なら史実通り勝つけど、スペシャルウィークが3冠したりする。ああなるほどね、歴史通りにはいかないと。なるほどなるほど、そうなんだ。まあ、ちょくちょく変わりはするんだ。はい、4周報告。まあそうなんだよな、スペシャルウィークってあれだよね、ダービー馬だよね。ノアの箱舟とかもういそうだけどね、今年のオークスって
ノアの箱舟が勝ったのかな。わ、見れねえし。はい。はい。ノアの箱舟曲げてるわ。あ、ノアの箱舟13着になってる。かわいそう。まあ、ジョッキーゲーでもあるからな、正直な。難易度ノーマルなら強い史実馬にも勝てる可能性そうなんだよな。いい馬が出たら史実、そうだね。その通り。そのために、強い馬を生んでいこう。強い史実馬を起こしていこう。よし、行くか。そろそろ、セーブして。はい。バトルターコイズ3番人気かな。マルゼンスキーとバトルがある、うん、シンボリテラミス、オペラ王に若い時の龍神の世代が弱すぎて、いやそうなんだよな。オペラ王に出る前に強い前に龍神の世代わざわざ鍛えたから、確かに、いやそうなんだよな。史実ではね、龍二でもまあそれなりの成績になるんだけど、ゲームじゃね、和田のせちゃね、ちょっと悲惨な成績になっちゃう。まあそこがゲームのいいところでもあるし、先頭後続を引き離しにかかるシンボリテラミス、2番手手応えはどうか。2番手はマイネルジュニア、とてつもない強さ、バトルターコインズ強い強い、早めだから圧勝ゴールイン。2着はマイネルジュニア、3着にシンボリテラミス、これは桁外れの強さだ、バトルターコインズ。俺もねそれやったことある前、和田をオペラ王に乗せて史実通りたくさん勝たせて育てようみたいな。全然育たなかったし、オペラ王も G1 一勝もできなかった。指摘されてやめた記憶がある。だよこれ、と思います。悲しくなっちゃう、本当に。歴史では勝つのに、不甲斐ないんだよ。不甲斐ないとか、歯がゆい。歯がゆいんだよ。イメージ通りのプレーができない。ミクスゴールドの函館ババ適正 OK だから勝つんじゃない。ウィンザーノット先頭、外から勢いよく三王位、マジで弱いよな。二番手はウィンザーノット、三王位先頭、先頭は三王位、一着でゴールイン、二着はビンゴカンタ、三着にウィンザーノット、一番人気に応えました、三王位見事です。スピードはあるんだけどね、追い込み馬のくせに瞬発力がないんだよな。だから差し切れない、じわじわ伸びるけど悲しいな。今年で引退かもな、いくつゴールド君は。おいちょっと待って、俺バカなのか。あれだ多分、半身夢中で脳筋全然見てなかったわ。またおい、かわいすぎるってポドルスキーが。もう3ヶ月でレース出れてないよ。2ヶ月か、俺バカなのか本当に。ちょ待って、賞金をまず把握しよう。なんでそんな少ないの。あ、25ね、2525、もうじゃあダメだこれ、多分1回オープン走らせないとダメだ。あー、1回オープン走らせてで重賞挑戦だ。うわすげえ時間の無駄しちゃったな。ここ走らせるか、1200走るか、こことか無理だ。あ、ここ出れんじゃない、でも、ここなら出れるかも。
ネットがあったらポドルスキー。いやほんまやん。いやでもネットがあったら多分馬主叩かれるの。馬主かレースの調整してる人たち、馬主関係者、馬関係者が多分叩かれる。バカなのか、何考えてんの、怒られちゃう。よかったネットがなくて、この世代に。バトルタワーコイズくんはダートが得意なんで、あ、早熟馬なんだこいつ。 JBC 6周放牧、いや7周放牧にしよう。あーほい、あー、タワーコイズくんね、ほんとだね、瞬発力はあるの、スピードがあれば。まあでも早熟だからね、ちょっとダートの王にはなれないかもしれない。あ、王じゃない、女の子だからクイーン、ダートクイーンには、ダートクイーンになる前に引退になっちゃうかもしれないな。なんかもう3歳までみたいなイメージあるんだよな、早熟って。4歳からもう落ち目というか、それ以上上がり目なし的なイメージがある。北九州は出れるんだよね、今のところ4週後だけど。なんかこいつらが北九州に流れ込んじゃうみたいな、ありそうだな。ちょっと警戒してみとこう。あ、これだと。まあいっか、これでウッドマインからの BC マイル。セーダー下がったらアメリカ遠征ありだね。まずはでもトリプルティアラな。あ、確かに。え、1600、1800、2000だっけ、トリプルティアラ。距離的にはいけそう、中距離だし。あー、なめ底型だったらね、確かに。なめ底型でも分かんないよね。ここになめ底って出るのってさ、引退させてからでしょ、多分。なんかそれの判断がちょっと難しいんだよね、まだ。あ、なんか勝たなくなったなーっていう、なんかそういう感じで判断するしかないのか。あ、これ勝たなくなったけど衰えたってコメントは出ないなーみたいな。ちゃっちゃなっちゃ。あ、そろそろ勝ちたいね。3歳夏でしょ、もうそろそろ成長していい頃合いでは。キプリアちゃん、あ、帰ってきちゃった。ちょっと帰省してみたのよ。そうなんだ。今年はまだ13勝だよね。うち、俺の馬で何勝なんだ、カホ姉ちゃん。はい、ありがとうね。一応現役馬の引退とか決めるときに。え、知らなかった。一応表示順番を成長型にすると、なぜ鍋底は早めって表示なのに遅めとかの下に出てくる。やっぱそういうの知ってると知ってないじゃ大違いよ。今年からやります、それ、その判断方法。知らなかった、そうなんだ。なるほどね、ちゃんと見極められるようになってんだ、すげえ。知らなかったわ、これ目から鱗。なるほどな。この年からやるかと。じゃあもう衰える前から分かるんだ、それすごい発見や。そういうのって誰が気づくんだろうね。いや、みんな気づくもんなのかな、俺がちょっと無関心すぎるだけか。すげえな、やらないもんな、成長型でソース的なの。せーの、あ、待って待って、一回、あ、あ、ま、間違えた間違えた、うわー、待って、俺セーブしたっけ、売りたいんだけど、戻らしてくれ、最悪のタイミングで家を押してしまった。今年の収入源が
しょう。セーブしたか記憶にない。スーパークリーク塩のロマンだね。金の血統だけど、初戦キューバ神で、うん、あれ金になるほどの馬なの。実力は G1 級、運があれば。あー、なるほどね。 G1 でも1勝もできずに引退しちゃったんだ。なのに金。所持よくから売却、いやーそうなんだけどさ、できる限り高く売りたいじゃん。セールだとちょっとプラスされて売れたりするじゃん。それがちょっと悲しくて、貧乏症だからさ、セーブとかしてないかな。え、してるじゃん。あ、もう賢いんだけど折れるわ、さすがに。もう脳に刻まれてる、8月1週はセーブしなさいって。賢すぎ、助かる。ああちゃんと塩のロマン2021は同歩だ。ああなるほどね。スーパーフォースが追加されたから多分なんか強い馬産むんだ、2021年か2022年以降に。そうだ多分。なるほどなるほど、そういうのもあるわけだ。スーパーホースでさえ買いたくないもんな、所持したくないもん。スーパーホースにも勝ちたいから、やっぱ買わない方向でいこう。売却、あーこれ強い可能性あるけど売却、これは所有、所有取り。これは売り。あんまりたくさんの、あ、これはねクラブ、これクラブ行き。たくさんの馬を所有したくない。これは強い、鬼強。売り売り、所有売り、あ、間違えた、売り。激強馬が4頭くらいいたな。こいつ多分強い。ベストターン、こいつまあまあ、こいつもまあまあ、3頭か、強いのが3頭いるな。ロベルト、ロベルト、こいつちょっと気にしてる、気にかけてる。こいつは分からん、要衆決闘だ、欧州決闘だ。史実馬買ってからクラブの評価上げるため、あーなるほどね、クラブの評価を上げるためだけにクラブに突っ込むのも、あーなるほど。で何も手加えないみたいな。そうやってみんなクラブの評価上げてんのか。いや俺もさ、一応クラブは作ったけどさ、自分のなんか、なんつうの、所有するほどじゃないけど、待って、なんか大事なこと言ってる。ミカマーク、サブパラマークのマークがないやつだけちょっと心配だけど、軒並み優秀な3区が出てきてる。そうなんです、まあまあ優秀なやつだけ残してる。なんか項目的にこれとこれがついてたら強いっていうのは、なんか2021年のウィポやってて知った。あ、これじゃなくて、これだ、このなんて読むか分かんないけど、カッパギ、カワラギ、カワラギとミカ。カワラギがなんかスピードを表すみたいな。あ、やっぱそうなんだ、スピードが速いか成長型が速い。あ、なるほどね。カワラギ20丸でただ早熟なだけの馬が、あーなるほど、そういうパターンもある。逆にカワラギが20丸で覚醒笑顔みたいな。いや、それね、いるんだよ、一頭、今。どれだ?マインドスキャン!
これこれ覚醒型なんだよ。なんだけどね、河原木20丸だったんだけど、だから強いはずなんだよね。ちゃんとスピードも A だし、これで強いはず、サブパラも高いはずなんだよ。ただダートの長距離っていうね、ちょっと使いづらいあれではあるよな。距離適正と馬場適正ではあるな。まあでもね、強いと思うよこいつは。打ったから OK かな。よし行くか。あ、マインドスキャンはね結構気に入ってる。でもなんかダートの化け物ばいたか、さっきロッキータイガーの。 BC クラシック勝つのが最初目標。そうだね、 BC クラシックとかペガサスワールドカップとか、そこら辺のなんか、あとドバイワールドカップとか、大手のダート G1 を制覇していきたい。オリーブハーツ、これ多分角馬だろ、オリーブって書いてるし、あんま強くないのに一番人気だ。これ勝つでしょ、10番人気だけど。あ、8番人気か。これ勝ちますよ、能力高いですから。クレアちゃん、グローバルダイナー先頭、外から菊のペガサス先頭、グローバルダイナー懸命に追いすがります。菊のペガサス出まる、2番手はグローバルダイナー、菊のペガサス、菊のペガサス1着、2着はグローバルダイナー、3着にクレア、見事に勝ちました。ドバイワールドカップは3月1週のドバイダート G1 勝っても、あーなるほど、そっか、そもそもそうだ、招待来ないといけねえんだった。これえ、でもさ、これってさ、フェブラリーとかさ、違うわ、フェブラリーじゃ来ないのかな。なんか日本の G1 勝ってたらさ、招待来るのあるよね。なんか招待レースがあるのかと思ってたけど、俺そんなことないのかな。あ、やべ、見てなかった、待って。ミスタープリンス有力、え、そうなの、かなり素質を感じるって。主戦が決まっていないなら私に任せて、俺の馬全部お前が乗ってるだろ、しらじらしいぞ。どうせお前だよ、ミスタープリンス。ある程度ダート G1 勝ってたら意外と誘い来る。このレース勝ったらみたいな決まってないんだね。しらじらしいんだよ。川崎記念とかさ、まあ、ここら辺の G1 勝ったらお誘い来るもんだと思ってた。体感的に川崎記念と前年のチャンピオンズ、いや前年のチャンピオンズカップはそうでもないか、フェブラリーとか川崎記念とか勝った馬が招待来るイメージあるんだけど、決まってるもんだと思ってさ、調べたことはないけど。クレア休みなしで頑張ってるね。いつから休みないのって。あ、すごい、ここら辺で一回休ませたかな、多分。短期放牧しか育ってないやん。すごいね、でも全然疲労溜まってないんだ、偉いやん。まあ、その調子でローズステークス行こうか、頑張ろうか。北九州はどうだ、走れる、調子的に行けそうだね。ちょっと怖いからセーブしとこう。はい、ポドルスキー北九州記念、やっと乗れたね。3ヶ月ぶりのレース、休ませてもいねえのに、ごめんな。あ、でもお前スピード C だから、スピード C だからいけないんだよ。スピード C だから短距離向いてないだろうな。チャッチャーラッチャー、まだ無理かな、まだ無理か。新潟ステークスはどうなの、出れるの。1頭出れない、あーこれ運か、運なの。ランニングフリーって聞いたことあるな。ランニングフリー聞いたことある。そんくらいか、怖い。
ランニングフリーくらいだ。はい、こんだけ G1 勝たせてあげてんだから目に見えるような成長が欲しいな。カホちゃん、カホタソ、ロボニコ、モーモード、うわ、また中野渡りだ。嫌な予感がする。また負けるのでは。ハルマゲドン先頭、ハルマゲドン2馬身から3馬身引き離す。また変わった名前の窓。この差は果たして縮まるか。オリーブコマンド、ちょっとオープンから走らせるべきだったな。賞金加算のために。オリーブコマンド1着、オリーブコマンド完勝。2着はハルマゲドン、3着に天馬チスラダ。オリーブコマンド、ちょっと重賞レベルにないかもな。人気に応えました。この子はまだ無理して重賞乗せる必要なかったかも。オープンからやり直そう。ポドルスキー、あ、抽選頼むよ。よし、まあ18分の10、19分の18だからね。さすがにな、ここは引かんや。ポドちゃん、架空話で意外と強いオリーブと天馬、足元すごい。天馬はね、俺もね、何回か救われてる。オリーブって強いんだ。そうなんだね。オリーブも強いか。なんか前作でオリーブってなんかそんなイメージなかったけど、今作でじゃあ強いのか。ポドルスキー、1200か2200。けーせー、これ出れたら中山とか向いてそうなんだけど、出れないね。あとは無理だね。フォートは多分向かないんだよな。阪神の線路か向くけど、スプリンターに、まあでも出る馬いないから行くか。10月2週かぶってるな。フォーガークイーン、ちょっとこれダメだ。10月4週菊花賞、まあ、でも菊花賞出る馬いないから OK か。まあいいのでは。来週は出る馬がベルゴか。はい、まあいいでしょう。あ、びっくりした、また別の馬か。え、タイガーローマン、そんな馬じゃなかったっけ、さっきの激強馬。ちょ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 、4番人気か。これはもう直線長いからさせるでしょ。せない。ちょっとランニングフリーだけマークつけとっちゃう。なんか聞いたことあるんだよな、ランニングフリーって。気のせいかな。ああ、まあ新馬戦だからまだ分からん。桜ペロンと先頭、内からランニングフリー、マチカネビッド、まだ後ろ、この足色では厳しいか。桜ペロンと先頭、外から勢いよくブラックドバット先頭、あと 200m ブラックドバットこのまま振り切れるか。残り 100m 後方から一気にバヤの女王。2番手はシンボリブラウン、ブラックドバット1着、ブラックドバット完勝。2着は微妙です。見事に勝ちました、ブラックドバット。このまま2歳 G1 は勝てそうだな。ランニングフリーは重賞レースはある程度勝ってる馬。あー、 G1 レーブリ、あー、そうなんだ。重賞馬の馬、なんで俺知ってんだろうな。あんまり詳しくないんだけど、この年代の馬に、まあ、ウィープやってて多分目についたんだろう。山下達夫さん、多分馬主だな。ベルゴ、ちょっと期待してる。これ須田孝雄が一押ししてた馬だから、あなたの牧場で一番いい馬はベルゴですって言ってた須田孝雄が。
ブラッドラッドは万能って言われてるのがちょっとどっちなのか、マイルに朝日杯に行かせるべきなのか、ホープフル、まあ追い込み場だから朝日杯だな。お、来たこのイベント、瞬発力が高い馬が選ばれるんだっけな。フラグラントグース84年代な、な、なんて、ものすごいバネの持ち主です。なんだったっけ、フラグラントグース、フラグラントグース84、フラグラントグース84、これか、ヒンバ、あーやっぱ強いわ、ちゃんとマークついてる。あーこれちょっと期待、あ期待しとこうかな、なんかこいつにコマンド吸わせてやろうかな、何吸わせたらいいか分かんないからさ、コマンドも余ってるというか使ってねえんだよな。これとか作語イベントはある程度のスピードも確保、あそうなんだ、フラグラントグース84稼ぎ頭、なるほどね、スピードもなんかある程度の水準は超えてくるんだ、これ2歳馬のスピード上げんのか、ちょっと待って、じゃあいらない、スピード B プラス以上確定、ほう S 来い、 S の馬が欲しい、スピード S の馬頼む。関東、いや輸送するし、どうせ朝日会出すから、 あれ出そう、ここデイリー2歳ステークス、精神力は、あ B ありゃ十分だろ、4周放牧で、はい、よいしょ、ケンシロウもうこいつ上がるの早いな、3週間くらいで20丸になっちゃうんだ、7周もいらなかったな、2週だ、2週間で20丸になっちゃうんだ、すごいね、来年も楽しみな馬がいるね。そういえばね、ケンシロウくん、ケンシロウくんはなんとね、今年の天皇賞春ミスター CB と、名前出てこない、なんだっけ、激強馬シンボリルドルフを倒して天皇賞春取ってんだよ。いやそうなのよ、春天春勝ってんの、春天勝ってんの、感動した、声出しちゃったよ、最初だって疑ったもん、あーやっぱシンボリルドルフか、同じピンク帽だったね、シンボリルドルフが、あやっぱシンボリルドルフ勝ったか、え、ケンシロウみたいなそんなノリだった、いや感動よね本当に、俺もちょっと一応レースには出したけど、まあ勝てないだろうなってちょっと思ってたから、心の中でちょっと感動、本当にパワー C だけど京都だったのが良かったのかもね、パワーあんま関係ねえから、いや本当だな、なんでさこんなにこいつらって海外馬行くんだろうな、あ海外レース行くんだろうな、不思議だわ。史実でも行くのかな。なんか昔の馬は結構海外志向強いよね。こいつも行こうとしてんじゃない？あ、こいつは放牧中だ。ルドルフな。いやすげえね。嬉しかった。初めてかな多分このケンシロウくんが強敵を倒した。企画を始めて、企画というかこのゲームを始めて、世界最強決定戦だからって叩きのレースマイナスに行くとかやっぱそうなんだ、それくらい叩きって大事なんだな。ああ、一旦セーブしていくか、
まあ、コンピューターはその叩きの概念とかやっぱ知らないんだな。俺も知らなかったし教えてもらったし、まあ、そこが人とコンピューターの作用。あ、なんだこれ。ああ、はいはい、フラップバー、ね、残念。世界100曲決定戦に免れると NPC の操作してる、まあ無条件。あ、そうなのかな。断れよな。海外に行かれちゃうとさ、俺が倒せないからさ、それはそれで困るんだよな。なんか知らずに天皇賞来るだろうなと思って天皇賞に入れたのに、強い馬がいなくて空き巣みたいな感じになっちゃう。東証ボーイとディアマンテもベルボか、まあ、須田隆夫が押してたから強い馬なはず。メジロソル先頭、内からベルゴ先頭、メジロソル追いすがります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ベルゴ来年のダービー馬ダイナガリバ、馬身から2馬身引き離す。え、残り 200m、 どこにいた。一気に後続が抑えかかってきた。このレースじゃないの。から一気にウィンドウアラウド、ベルゴ、ベルゴ1着、2着はウィンドウアラウド、3着にオータムダイナ、見事に勝ちました。ベルゴよく勝った。危なかったな。来年のダービーはおった。この新馬戦じゃないよね。あ、あ、さっきの重賞か。じゃあ多分そいつが勝ったんだろう。びっくりした。ここにいるのかと思ってさ、もう絶対が出ないやんって今ちょっと思っちゃった。いや、でもこのウィンドアラウトって結構強いかもしれん。結構ギリギリだったぞ今。あとさ、この調教師がさ、カホって呼び捨てにするのもちょっと気に食わんのよな、俺の娘は。ちょっと慣れ慣れしいんだよな。さっきのあれか、北海道の重賞だな、多分。札幌2歳ステークスかな。いや、そうなんだよ。全員ね、なんか若い騎手のこと舐めてんのか分からんけど、呼び捨てにするんだよね、調教師。これか。あ、ダイナガリバちゃんと勝ってるわ。強いんやろな。まあ、ダービーは多分来年のダービーでしょ。出る馬いるはずだから。ベルゴとか。あ、そうだ、クラシックだから絶対出るわ。ベルゴのちょっとあれになるかもしれないな。障害になるかもしれない、ダイナガリバ。1800、クラシックがお得意ということなんで、あー、ミホステークス、ミオステークスって言うのかな。あー、ダービーと有馬を3歳で勝っとる馬。はは、なるほど。里のダイヤモンドみたいなものか。なかなかですね。なかなか強いじゃないですか。そういう馬を倒すと気持ちいいと、脳汁が出ると。21頭、22頭になるのか、登録したら。4頭出れないと。あ、なんとか抽選突破してくれメンス。はい。うわー、かぶってる。あー、困ったな。じゃあ IB6 かな。なんか500万のいい感じのレースないか。どう ?10 月3週。乗ってくれるだろ、お客さん。乗ってくれるな。てれれれん。あ、やべ、これ。まあ、しょうがないな、それは。10月5週は海外いるから、これ乗ってくれないけど、まあまあまあ。これさすがにしょうがないわ。OK。全員上向き、OK。9月2週はあったっけ。です、あ、海外のやつあるか。ここ叩いて本命の BC ターフかな。 BC マイル、
雨か。あの風量、風量良くないかもね。カホちゃん初の海外 G1 制覇よろしく。日米王者意地の、いや無理だこれ。ゴジーン先頭、ゴジーンってなんか知ってるかも。テラフーリッシュ懸命に追いすがります。残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。ゴジーン知ってるわ。2番手はテラフーリッシュ、ゴジーン今ゴールイン。ゴジーンって多分強い海外馬じゃない。2着はテラフーリッシュ、3着にピクチャージェネレーション、勝ったのはゴジーン、見事な勝利です。おい、ゴジーン強い。でも2着頑張ったね、初っ端から2着って。個人って多分有名だよな。あー得意なんだ、しぶたボーボー、すごいじゃん。知らなかったよ、新しい発見。あ、あー俺の馬か、売った馬がセントウルステークス勝ってる。まあいいことですね。あ、いやいやいや、ごめんなさい。あーうーん、ごめんなさいする。辞退しても再度自分で登録できる。じゃあ辞退しよう。あんまり無謀なことはしたくないんだよな。多分無謀だろ。これか。あーほら、適性が合ってればな、まだ。いや、そうなんですよね。血統的にちょっと厳しいっすよ。やだよ。こいつには、あ、こいつにはしかも早めなんだよね、成長がね。まあ、だから多分4歳までだと思うんだよ。大商店走らせ、ジャパンカップ有馬記念かな。天皇賞はパスして。みたいな、ローテーションを考えて。10月5週なぁ。これなぁ。どうしようかなぁ。カホちゃんに海外自慢勝たせたいんだよね。これを。関西。なんか500万のレースないの？いい感じのダート。1400は短い。これ走ったらちょっと厳しいんだよな。まあジョッキー変えるか、仕方ねえから。カホ縛りでやってたけど、まあ折れることも大事か。関西圏の、あ、田島良子か。おー強そう。知らない、全員知らない。ダイナオブリック、ホリデイダイナ、オリーブクイック、ケイティカル、全員知らないわ、すまんけど君に任せる。こんなもんか、調整は OK。 9月4週も走、あ、危ねえ、これ変えなきゃ。よいしょ、こっちに変えるか。はい、でこっちに帰ると、はい、でこっちに帰ると、 OK。 こんなもんか、調整は。え、イクスゴールド、あー、こいつの調整全くしてなかったわ、ごめん。いやでも、もうちょっと引退、いやーまだ早いって言われちゃうんだよな、これ。まだ早いらしいんだよな。あ、賞金的には出れるんだ。じゃあ出しとくか。中山案外合うかもしれないしな。ゴー。うん、瞬発力とかあんまいらなそうだし、中山の場合。ラフイースト、一番人気なんだけど、勝っちゃう、もしかして。グリグリなんだけど。コスモス賞2着、
ちょっと見てあげようかな。勝ちそうな。おとうとうクラブ馬でなんか強い馬を先頭内から排出できる。ラグイーストメリモイエスタデイ先頭外からテンマスパーちょっと走ろう先頭ラグイースト追いすがります。あと 200m テンマスパーク伸びてきた。2番手はラグイーストこの足色はどうか。テンマスパーク先頭だ。テンマスパークシルバーコレクターだな。2着にはどうやらラグイースト、ま、見事に勝ちました。テンマスパークこの2歳のオープンって別に賞金加算できないからな。2着でも意味ねえんだよな。500万いってくれ。500万、堅実に賞金稼いでくれ。2歳は賞金稼ぐの大事よ。あ、美穂新さん来てる。美穂新さんが復活しとる。ジリアンテンポ誰。あー強そう。あ、俺がフローラステックス負けた馬だ。ニックキー倒してやろう。下克上日本ピロピー。あいついないね。史実馬のオークス馬。待って、エルプス、エルプスってあら違うか、気のせいか。なんかエルプスって鬼強かったイメージがあるけど、気のせいかしら。雪のローズ、雪のローズもなんか聞いたことあるな。フレアタソ頑張れ。雪のローズ先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。日本ペロビッキー足色は十分。前に迫れるか。ジリアンテンプルまだ後ろ、懸命に前を追っています。パワーあるからね。安心先頭は変わってクレア。2番手は日本ペロビッキークレア。この馬で決まりか。クレア本格化か。強い強い。週刊誌に何あったのかこれ。ゴールイン。2着は日本ペロビッキークレア、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。おい、使い続けた甲斐があるな。3歳の夏休日返却返上して休日返上してあ、なんか心なしか可愛いね。女の子に見えるわ。お絆レベルも上がったり、叩き量化型。まあ頑張れ。まああんまり期待はしてないけど、賞金を稼いでくれたら嬉しい。え、何こんなに出んのにカモちゃん一人で大丈夫なの。ああそうなんだ。いい感じにばらけたね。クレアが秋華賞を出ると。まあまあ OK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  何の問題もないな。うん OK。 9番人気最後だよ。これでいい感じのレースしなかったら君は首がかかってるからね。イクスゴールド君頑張りなさい。排水の陣だよ。シンブラウン先頭、外から勢いよく。あ、でも排水の陣が残りオールカマちょっとかわいそう。天馬3キリコ先頭だ。2番手はオーバーレインボー天馬3キリコ。強い馬しか出ないわ。天馬3キリコ1着伸びては来てるんだよな。完勝。2着はオーバーレインボー、3着に若尾ライデン、勝ったのは天馬3キリコ。そうなんだよやっぱそうか。排水の陣でしかもオールカマいかでな、ちょっとこくか。あ、5着か。あ、4着かと思った。いや、そんなこと言ったって。もう少し前につけた方が。じゃあ、客室無視して前にしていいのかな。一回それやってみるか。1着レコード出してるし、確かに。さらっと流したけど。あー、天馬の馬だった、今。ちらっとしか見てなかった。やっぱ天馬ってやっぱ強えんだな。
やっぱ天幕に、これ本当だ、天馬さんキリコ、しかも丸がいいじゃん、外国サンバだ。増えんだな、やっぱ天馬しょうがないな。お前どこだったら、この能力ってどこだったらさ活躍できんだろう。中山が一番合うと思うんだけどな。それか阪神、まあでも阪神瞬発力ないと厳しいか。勝負根性もないからな。安城に CB の安城乗せてる。あ、そうなんだ。え、 CB の安城って誰、誰だ。吉永か。え、この人結構勝ってるよ。いつもなんかよ、お前かーっていう、吉永さん。やっぱ有名なんだ。トップジョッキーなんだな。本年成績とか出てこない。うわ !100 勝してんだけど。強ー、モンテプリンス、モンテファスト。あの、知ってるもん、俺でも。G116 勝。え、でもこんなトップジョッキーでも G116 勝なんだ。え、うちの娘、22勝してるけど、トップジョッキーと呼んでいいか。あ、でも丸になってるわ、先行。差しが。ちゃんと成長はしてるんだな。なるほどね。あ、こんなトップジョッキーでも G116 勝なんだな。ちょっとなんか気が引けるな、甘やかしすぎてるか。さてさて、オールカマー、こいつどこだったら活躍できるんだよ。若い時から優秀な馬と出会えるかどうかってのもトップジョッキーの条件やから。なるほどね、確かに運もというか、まあまあ運だけではないからな、そういうの。なんか滝豊もなんかの番組で言ってた、強い馬に乗るのもジョッキーの仕事みたいな。乗るまでの過程も。だからあいつは強い馬に乗ってるだけだからって言われても、ええ、そうですけどとしか思わないって言ってた。やっぱ、かっこいいなぁと思った。お前どこだったら活躍できるんだよ。してかといって引退させるって言ったらちょっと止められちゃうし、ちょっと、馬場的には合わないけど、アルゼンチンとか出してみたり、府中とか絶対合わないよな、瞬発力ないから。まあ、しょうがない、見てるレースがない。あ、そう、こいつがさ、芝向いてないって言われたんだよな。だから一旦試しにダート出すんだけど。これダートも向いてないって言われたらどうするんだろう。芝丸、ダート丸でも芝向いてないって言われんのかな。そこら辺がわからん。そういう場合は我慢して芝でも出していいのか。万能型は生きていけないじゃんね、そうなったら。うん、まあここは勝つ、ヒンバーだけだったら勝てる。この馬もめちゃくちゃ強い。天馬スタキュート先頭、2馬身から3馬身引き離す。ブラックパレット手応えは悪くありません。前を捉えられるか、あと 200m、先頭は変わってブラックパレット。2番手は天馬スタキュート、ブラックパレット、この馬で決まりか。ブラックパレット1着、ブラックパレット完勝、2着はスコロピオン、3着に天馬スタキュート。これが G1 馬だ、ブラックパレット。さすがに牝馬限定だと勝つか、まあ、オークス馬ですからね、言ってもガンガン支持にいるジョッキーを雇いまくって海外レース行かせまくった結果、武豊が G1 を200勝えぐいな。プレイヤーがどんだけ騎手を雇うかってのもまあもちろん確かに、200勝はえぐい。今最大でどんくらいなんだろう、
勝ってる、一番勝ってる、絶対3桁もないだろ。グリグリじゃん、やっぱマインドスキャンって強いんだな。え、あれは筋量？あーでも3歳なのにトップの筋量だ、56キロだ、まあ、それだけ強いと思われてる。マインドスキャン先頭、2馬身から3馬身のリード、マスコット8、2番手、手応えはどうか。残り 200m を通過して一気に後続が襲いかかってきた。マインドスキャン先頭、マジで2000は負けないね。マインドスキャン先頭だ、マインドスキャンゴールイン。これは楽しみ。2着にはどうやらオートリネオン、3着にカフェチケット、1番人気に応えました。マインドスキャン見事です。これマジで4歳ペガサスワールドカップ出場あり。やっぱサブパラも高いというね。西山さん、これ知ってるの？え、西山さんって誰だ？星雲なんたらの人だ。あーはいはい。G1 倍になったの、すごいじゃん。ああここで勝って G、 あれだね、賞金加算したいね。ポドルスキーはパワーシーダー先頭、後方からの馬を寄せ付けずに勝ち、ここが踏ん張りどころ。ここで先頭はポドルスキー、後続も横いっぱいに広がっている。パワーシーダー追いすがります。残り 200m を通過して一気に後続がやってきた。後方から一気にベイシンアメジスト、先頭はポドルスキー、1着でゴール、2着は微妙です。勝ったのはポドルスキー。次は重賞よ、ポドちゃん。いいね。渡辺、なんかいろんな馬主がすり寄ってきたな急に。今まで何も声かけてこなかった。インフォーマルとケンシロウ、あ、え、これどうする。あーそっか、あーいやポドルスキーは天皇賞は向かわせないけど、こいつは関西の馬なので、スワンステークスでも強い馬ばっか、日本ピロウィナーとか絶対無理だ。あ、間違えた、登録しちゃった。あ、アグネスなんたらの馬主さんなの、渡辺さん。アグネス風神知ってる。他に何がいるっけ、アグネス、あ、なんかパッとは出てこないな。アグネスなんたらの人なんだ、渡辺さんって。アイネス風神、あ、そうだ。惜しいね。アグネスってなんだ、俺じゃあ一頭も知らないかもしれない。アグネスなんたら、アイネス風神だ、確かに。アグネスなんちゃらってなんだろう。あ、あ、え、あ、そうじゃん、アグネスタキオンとかアグネスデジタルとか、まあ、超有名どころじゃん。アグネスフライト、そうじゃん。パッと出てこなかったけど、なんか俺いつもタキオンとかデジタルって言ってたから出てこなかったわ。そうだ、超大物馬主と出会っちゃったよ。大物馬主と出会った。こんばんは、どうもどうもどうも、見に来てくれてありがとうございます。あ、そう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 、10月5週で被ってっかどうしようかっていう話だったな。アグネスワールドは短距離 G1 の勝ちくらが、勝ちやんが2勝とも海外っていう。あ、そうなんだ。いや、そうなんですよ、みんな詳しいですね、すごいと。いや、残念ながら俺はね、あんまり詳しくないんだよ。
詳しい方に今ちょっとね、教わってる。昔の競馬を。楽しめてるわ、かなり。やっぱ知識があるとね、より一層楽しいね。知らなかった。アグネスワールド。10月5週はね、あれだ。ちょっと、いやでもどうしようかな。カホちゃんに海外 G1 勝たせてやりたいけど、3頭分、他の機種に乗ってもらうか、じゃあ。仕方ない。これも田島くんに乗ってもらおうか。差し馬だし。で、マインドスキャンは、ダートの先行馬、ダートの剛腕。加賀、ああ、この人でいいじゃん。この人結構、最初の頃使ってた。自分の娘がジョッキーになる前使ってた。よし、こんな感じで、調整終わり。いけそう。ゴー。ね、マインドスキャン強いんだよ。カウンテスアップはね、知ってる俺も。カウンテスアップはかなり強いってのは覚えてる。必殺仕事人の田島さん、ね、そういうあだ名ついてんだ。ジョッキー田島さん、カウンテスアップが出てきたぞ。タイムリーに。こいつが強いらしい。カウンテスアップ強いんや。ちょっとどうかな、俺のインフォームドと、初ダートのインフォームドと。ちょっとバトラしてみるか。さぞかし強いんやろうな、カウンテスさん。しかしその差はわずか、粘り込めるか。カウンテスアップ強いかもしれない。外からロッキータイガー先頭。あれ、ロッキータイガーってあいつじゃん。先頭はロッキータイガー。おい、ロッキータイガー強いって。カウンテスアップ。3着にインフォームド、見事に中央の強豪を退けました。ロッキータイガー、この馬は強い。おい、ロッキータイガー強いって。ジャパンカップ出るってこいつ。ロッキータイガー強っ。カウンテスアップより強いやん。一番人気なんだ、でもカウンテスアップって。じゃあ結構 G1 勝ってた馬なんだ。インフォームドでもダメか。1970年前半でサツキとダービー勝ったり、その後もちょくちょく重賞や G1 勝ってついたあだ名が必殺仕事人。渋すぎだろ、必殺仕事人ってあだ名。あ、これはあれだ、クラブマなので見るわ。3番人気だし。あー、でも札幌2歳ステークス8着の馬だから、まあクラブマなんでちょっと厳しいかな。ケンシロウ、ケンシロウには期待してますからね。感動をくれたケンシロウ。鈴鹿小判、え、天皇賞馬より人気の馬がいるの。誰、宝塚勝ってるんだ、強いね。それは一番人気になっちゃうかも。ちょっと待って、黄色だと分かりにくいわ。緑にしよう。鈴鹿小判、かっこいいね、かっこいいね、必殺仕事に。渋いな、かなり。カウンテスアップとロッキータイガーを打ち崩せるのはマインドスキャン。そうなんだ、そうなんです。まあ10月5週に分かりますよ。分からせてやります、うちのマインドスキャンがね。鈴鹿小判先頭、うわ、外から勢いよくケンシロウ。あ、でもケンシロウ勝っちゃう。鈴鹿小判5位すがる。残り 200m を通過してケンシロウ余力は十分。あ、やっぱ勝手じゃないね。さらに引き離していく。2番手はロンググレイス。ケンシロウ、このままで決まりか。先頭はケンシロウ、1着でゴール。2着はロンググレイス、3着にグローバルダイナー。これが G1 馬の実力だ。ロンググレイスも聞いたことあるな。なんかの重賞勝ってる馬だろうな、多分。わ、レコードじゃん。え、なんだこいつこんな強いの。
いや、そうなんだよ。北斗神拳伝承者だよ。北斗ボーイから来てるから、ちゃんとケンシロウは。CB 世代の天皇賞、春天馬だから。素晴らしいね、ケンシロウ。やっぱ強いんだな、ケンシロウ。コースレコードか。日本レコードじゃなくて。まあ、でも十分すごいな。エリジョの勝ち馬。マジで詳しいな。なんでそんなポンポン出てくるの。すげえな。やっぱ G1 馬なんだ。まあ、男馬とやり合えるだけの実力があるんだね。ロンググレイス。アベルゴタン。これ2歳の有力馬ですね。2勝目を狙おうという。ベルゴクラシック。来年のダービー狙ってる馬かな。で、クレアがやっと夏を経て、休日返上で夏を走らせまくり、秋に実ったと。あ、タワーエスプラか。でも秋華賞は京都だから、タワータイプにあんまり向かないな。瞬発力 B か。ちょっと厳しいかもしれないね。海外のね。チャンピオンステークス。まあ、自分は出ないんで、あんまり関係ない話かもしれない。健康も高かったらね、ほんとだね。え、健康どうだった？低かった？どう？ハテナ？あ、E プラか。低いね。確かに。え、繁殖牝馬として健康っていうこの欄が結構大事なんだ。あー、知らないことばっかだな。意外に。南部杯ダメだった。こいつ多分あれなんだろうな。ダートも芝も中途半端な感じの適性なんだろうな。この馬って。まあ、そう言ってもしょうがないもんね。なんか、重賞か G1 か勝たせてあげたいけど。舞ちゃん。芝行ってダート行って芝行ってってなんかいい風に使ってるみたいでかわいそうだけど、まあまあまあ許してくれよ。パワー C だから京都のババア合うはずなんだ。君に舞ちゃんは多分君に合うはず。ケンシロウ、ケンシロウ君どこにしようかね次ね。天皇賞出てもカホちゃんが乗ってくれないから、ジャパンカップちゃうか。こいつパワーがないから多分有馬記念は向かないんだよ。って考えたらやっぱ天皇賞も出た方がいいか。天皇賞ジャパンカップにするべきか。なんか強い馬もいないしな。いや、いるんだけど多分勝てそうな。桜凱旋がちょっとわからん。桜凱旋がちょっとわかんないけど。あー、でちょっとジョッキーかぶってるから調整して、実装。カホちゃんは BC マイルアメリカにいるので日本のレースには乗れないので、誰か他のジョッキーを使いましょうと。勝負根性 A、 瞬発がハテナ、まだわからない。まあ、ただ府中は直線が長いということなんで、刺し競馬ができる風車無知を覚えたジョッキーで仲良くなりたいやつ。安田富美男、関西の馬か。じゃあ関西圏の騎手に任せっかな。風車もちもちの関西圏の。相当できてる。じゃあ必殺仕事人に任せるか。客室何でもできるから瞬発力も悪くない。ああそうなんだ。じゃあ任せるか、仕事人に。ちょっと仕事人の
仕事っぷりを見させてもらおう。困った時の田島と。田島デーだな、この日は。たくさん G1、3個飲むか、この週。OK。ポーカークイーンは20丸。あー、もっと早くできたかもな。まあまあまあ、いっか。OK。これで1個 OK かな。調整は終了。うい。ああ、5番人気。まあ、でも、勝てるのではと。1番人気、なんか強そうな馬が、聞いたことある馬が、ない。多分いける。なぜ期待されてる馬だから。アグネスバリュー先頭、外からベルゴ、最後の追い比べ、先頭はベルゴ。伸びがいいね。人だけ違うね。ベルゴ意地を見せる。2番手はフレッシュです。ベルゴ、ベルゴ、先頭はベルゴ、ベルゴ、1着、2着はフレッシュボイス、3着にクロスモンズーン、見事に勝ちましたベルゴ。よし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 。500万まではね、難なく突破してほしい。なんとかね。東証ボーイとディアマンってこと。全体的なバランスの良さも素晴らしいね。ベルゴさん、ちゃんと勝負根性見せてくれた。うん、いやー、クレアッチ4番人気か。え、フレッシュボイスって安田記念馬なんだ。知らなかった。じゃあ結構強い馬なんだな。その馬に勝ってんだから、やっぱベルゴ強いんだ。やっぱ知識があるとそういうのも分かるから、すごいね。いいね。詳しいな、マジで。超有名どころ。多分フレッシュボイスも超有名どころなのかもしれないな。俺が知らんだけど。G1 勝ってるくらいだもん。クレアがね、ここ勝ってくれたら嬉しいんだけどね。夏頑張ってくれた結果を。ロイヤルコスマ、ここ先頭。しかし、厳しいか。差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。しきれない。残り200メートルを追加して、日本プロビッキー。いけるか。タレント投手かわす。2番手はクレア。タレント投手、タレント投手、1着、2着にはどうやらクレア。タレント投手、ついに牝馬三冠達成です。競馬史に残る名品の誕生です。誰だお前、タレント投手って。三冠馬か。うわ、これさ、三冠目前の馬任すのが一番気持ちいいのにな。三冠馬っていうのはね、なんか決められたレースをね、パンパンパンって三つ勝つと三冠馬っていう、まあなんかすごい名誉あることなんだよね。名誉ある馬につけられる名称、三冠馬。タレント投手って、これ架空馬が本当にいる馬かな。悔しい。タレント投手って誰だよ。架空馬だな、じゃあ。シャン馬でも強い馬出てくるんだ。あ、そう、史実馬だけだと思ってたよ、強い馬が出るの。そうですか。タレント投手って誰だよ。受けんな。アサガスっていう馬が勝ったと。まあ、それは欧州血統の馬ですから、それは欧州のレーサー勝ちますよ。欧州馬が。まさか架空馬で牝馬三冠取るようなやつが。ね。悔しいな。こんなやつを任すのがさ、この企画の醍醐味なのに。カレント投手、カレント投手からまだいないか。こいつだ。カレント投手、8戦7勝馬。ああ、ここジョッキーが変わったから負けただけで。
他はちゃんと勝ってる。加藤。加藤ジョッキーで勝ってる。加藤和弘。クソ強いね。パーソナリティ。あ、ライバルに選ばれちゃった。いやでも多分この調子だとエリジョンも勝つな。悔しいけど。あと3周くらいでクレアが急成長してくんねえか。任してくんねえか。え、なんで？あー、ポドルスキーか。11月2週かぶってんな。ポドルスキーマジで、不遇だな。いろんなとこたらい回しにされて、なんかかわいそうになってきちゃった。こいつは関西。ここでいいの？うん、阪神は多分合うだろうし、あ、パワー D なら合わねえだろ。まあしょうがない、妥協。妥協も人生。ベルゴくんは、あ、でも健康 C だ、あんまり良くないね。期待はしてるけど、関東馬だから京都2歳ステークスよりトースポ。はい、トースポで頑張ってもらいたい。クレア君はエリジョ22、ちょっとギリギリだけどね。エリザベス女王杯2200、適正距離2200、ギリギリ。まあ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 頑張ってもらおうかな。いやー来た、運命の10月5週。今日ここまでだな。気がつきゃもう11時16分。この10月5週のレースを見て、今日は終わろうかな。ブラックパレット落ちてる調子が。ちょっとこれはコマンドで。こういう時に、コマンド使うと。競争は、調子をお任せ。ちょっと待ってね。なんかもっといいコマンドないかな。中野調教師。中野調教師、中野調教師。あ、ないね、なさそう。あ、ないわ。調教師コマンドで上向かせる。これはね、ちょっと疲労もめっちゃ上がっちゃうから使えない。休憩しやがる。ないね。しょうがないね。これを使えば落ち込んでたブラックパレット君も上を向いてくれると。これで全員上向き。 OKOKOK。 まあチートみたいなもんだな。よいしょと。たまにはね、許してよと。フォーカークイーンがデビューするくらいのね。オッケー、セーブしたよね今ね。オッケー。10月5週楽しみだな。我がマナ娘が海外 G1 をしっかり勝ってくれるか。あれ、 IB ステークス、あれ、あ、そっかそっか、変えたのか IB ステークスから。じゃあ関係ねえや。こいつが2着2着と続いてると。クラブバー今度は勝ってくれるよねと。まあもう見ないよ、見ないけど勝ってくれるでしょ。勝ってくれる、ありがたい。え、待って、メジロラモーヌいいんだけど、これはさすがに俺も知ってるわ。メジロラモーヌいるわ。これさす、勝てないわ。三冠牝馬いるんだが、メジロラモーヌってね、クソ強い馬がいるんだけど、そいつと最初から最初から当たっちゃうよ。でもここで倒せれば、お、しかも逃げ馬だ。こいつね、カホちゃん逃げだけは得意だから。まだ可能性あると
見ていいか。めっちゃ強いメジロラモーヌ。ただここで倒せればこのポーカークイーン期待できるのではと。ポーカークイーン先頭、しかしその差はわずか。ちょっと待って、足色がちょっと。ポーカークイーン先頭、いいかも。外から勢いよくメジロラモーヌ先頭。いやー、粘っ、クイーン追いすがります。粘れ、残り200メートルを通過して、メジロラモーヌさらに足を伸ばす。2番手はポーカークイーン。いや、これはちょっと相手が悪いな。まで決まりか。メジロラモーヌ強い強い。メジロラモーヌ強いね。圧勝ゴールイン。2着はポーカークイーン、3着にテンバステイト。ちょっとかわいそうだね。これは桁外れの強さだ、メジロラモーヌ。悪い世代に生まれてきちゃったね、ポーカークイーン。いやー、メジロラモーヌか。ちょっとこれからずっと付きまとってくるだろうね、こいつが。バゲモノバと当たっちゃったね。しゃあないね。まあただこういう馬に勝つのが目的なんでね、これからも挑戦していくよ、ポーカークイーンは。どんなに殴られようが立ち向かっていくんだ。安城も増田は、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、もともと増田じゃないんだ。ジョッキーも変わったりするんだね。あ、美保新山、骨折から開けてちゃんと菊花賞勝ってるわ。美保新山っていうね、超強い、なんかステイヤーって長距離が得意なね馬もいるんですけど、そいつもしっかり菊花賞っていう大きいレース勝ってましたね。新山の最高傑作ね、伊達じゃないね、やっぱり美保新山さん。あー、メジロラモーヌ、まあ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 、頑張ってもらおう、ポーカークイーンちゃんに。早め、あー、多分メジロラモーヌも早めなんだよね。勝負根性 S プラスだよ、強いはずなのに。ポーカークイーンも悲しいね。頑張れ、負けるな、メジロラモーヌ。ここでいっか。田島過労死するのでは。え、いや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 、参戦しか使ってないじゃん。1,2,3 戦よ。いや、そんな、そんなんでトップジョッキー積もらないでしょ。頼むよ田島くん、参戦参照してください、お願いします。では運命の10月5週いきましょうか。まずはマナ娘の BC マイル、海外ジワンのレースを見るところから。テラフーリッシュ、コジーンまたいるわ、まあ、さっきねコジーンという馬に負けたんですよ、テラフーリッシュは。前哨戦でね、ただまあ今回は勝たせてもらいます。これがなんかレーティングって言って、馬の強さを表す基準になる数かな。まあなんとかなるか。135、ほらやっぱこいつやっぱ強いんだよ、135。まあかなり高い評価を受けてる。うちの馬126だから、やっぱ強いんだ個人。はい、お願いします。日米王者意地のぶつかり合い、個人先頭、あと200メートル、うちで残して、さらに足を伸ばす。2番手はテラフーリッシュ、個人先頭、お前強すぎだって。1着にはどうやらテラフーリッシュ、3着にシャディード、勝ったのは個人、見事な勝利です。なかなか悔しい、めぐりオーレ。あー、この年の BC マイルの勝ち馬、そうなんだ。現実でもこの時代にこのレース勝ってる馬だ。この後の安田記念の、あー、アドマイヤコジーンの親父か。あ、だから知ってんだ俺。アドマイヤコジーンっていうね、またね、強い馬が後々生まれるんですけど、そいつの父親らしい。だから知ってんだな、俺な。俺でも知ってるってことはやっぱね、有名な馬なんだよ。
個人な。バトルターコイズ。え？カフェナイン。あ、そう。いやいや、多分勝てるんじゃないかな。だってジョッキーも変わったからね。うちのペーペーマナ娘じゃない、トップジョッキー乗せてるから。多分勝つんじゃないかな。トミアルコ先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。ここでもちゃんと赤い帽子伸びてる。バトルターコイズ残り 200m を通過して、カフェナイン追い上げてきた。マジか。カフェナイン先頭。あ、違うな、これ多分この負け方。カフェナイン、カフェナイン1着、2着は多分もう3着にバトルターコイズ。勝ったのはカフェナイン。あれだな、限界だな、競争寿命が尽きたんじゃないかな、この負け方は。あ、いや、そんなことなかった。そんなことなかった。距離適正がちょっと合ってないよって言われちゃった。ちょっとなんか今現実逃避しちゃったわ。うちの馬が負けるわけないっていう。柔軟性だった。柔軟性が足りなかった。ブラックパレット。あ、ブラックパレットだと思って見てたわ、今。なんだ？別の馬か。北のハーモニー2013。ああ違った、俺ブラックパレットだと思って見てたわ。もう4歳馬かなと思って見てたから。まだ2歳の子か。ここじゃあまだ育ってないだけだ。ブラックパレット2番手はケンマスタキュート。ブラックパレット、やっぱブラックパレット勝つ。ブラックパレット、いやそうなんだ。2着はケンマスタキュート。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはブラックパレット。こいつさ、めちゃめちゃ強い馬なのに、なんでそんな簡単に負けるかなと思っちゃったの。二歳馬の方だったか。二歳馬はまだ育ってないからね、しょうがないです、負けても。ブラパレはやっぱ強いね。やっぱ芝の G1 勝つだけの力がある。大舞台を獲得。まあでも今年までだろうな。あー、来た来た、マインドスキャン。4番人気ですか。あ、そうですか。田川竜王。トムカウント。カウンテスアップ。あ、ロッキータイガー来たー。なんでこいつ一番いつも人気ないの？こんな勝ちまくってんのに。このロッキータイガーとマインドスキャンの一騎打ちだと思ってんだけどな。まあ、一応カウンテスアップにもつけとくか。ほい。見ようか。ポチッとな。頼むぞ。マインドスキャン先頭。いいよ。リードは3馬身以上。このまま押し切りなさい。広がります。マルゼンスター必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して、いやー、やばい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 。マインドスキャン出まる。マインドスキャン、マインドスキャン1着、2着にはどうやらロッキータイガー、3着にやっぱ強いね。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはマインドスキャン。さすがに強いね、マインドスキャン。いやでもロッキータイガーも強いね。首座だよ、この強いマインドスキャンに。どう取るべきか、ロッキータイガーが強いと見るべきか、うちのマインドスキャンが化け物だと見るべきか。いや、加賀のおっちゃんありがとう、本当に。これでもあれだね、うちのマナ娘だったらちょっと負けてたかもしれないね。騎手のおかげ感がちょっとあるわ。強えな。いや、マインドスキャン期待して、期待しちゃってるもん。海外 G1 勝つ夢までもう見ちゃってる。ああはいはい、俺が売った馬が勝った。わあ、雨か。雨良くないな、ケンシロウは。あ、一応丸なんだ。でもパワーがないからね、多分ババが重くなるのは多分嬉しくないな。雨か。雨の日の追い込みってどうなの？こいつ自在だから先行でもいいんだけど。悩むな。有力馬は？あ、ルドルフいいんだけど。あー、ルドルフいるのか。そっか。ルドルフに勝つのは厳しいかもしれんな。まあでも一回勝ってるからね。
また奇跡は二度起きることもあるかもしれない。追い込みで行こうか。こいつが追い込みしたいって言ってるし、田島くんが行こうか。ルドルフに勝てるかどうかのレース。新ブラウン先頭、馬場三馬身、後続の手応えもいい。新ブラウン先頭、え強くない、なんでルドルフどこなの。引き離しにかかる、やはり最後はこの2頭だ。あと 200m、 あでも強いや。変わってシンボリルドルフ、2番手は強いや。ケンシロウ、シンボリルドルフ勝ち確かなって思っちゃったけど、シンボリルドルフ1着、2着はケンシロウ。王座をかけたまさに世紀の大一番、この戦いを制したのはシンボリルドルフ。やっぱシンボリルドルフって強いんだ。分からされた、レコードだし、レコードなんか出されちゃ無理だし。皇帝と岡部のコンビ強いね、シンボリルドルフくん。てかさ、多分ババ重いのも味方したんじゃないのかな。欧州決闘だもんね、パーソロって。多分雨降ってるババでレコード出しちゃう、シンボリルドルフくん。これもね、めちゃくちゃ歴史的名馬ですね。俺が知ってるくらいの。ロンググレイスまた出てる。牝馬なのに頑張ってるな。遅咲きのステイヤー。苦労人ケンシロウくん、散る。まあ、しょうがないよ。敵が悪かった。相手が。あー、天皇賞春秋連覇がかかってた。まあ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 。頑張りましたよく。結果は1234 G1 4か5出して G1 1勝か、あんまり振るわなかった。あ、2勝か、 G1 2勝だ。 G1 2勝、半分くらい勝ったと思えばまあまあな出来だったのでは。あー、中野くん、はいはい。これかな、はい、コマンドありがとうございます。今日楽しくって11時半までしちゃったな、やべえや、明日も仕事なのに。これの調整して終わろうかな今日は。BC マイルを走ったテラフ君は香港マイルに行って引退と。香港マイルで一花咲かせて引退すると。バトルターコイズくん、この子ね、この子俺が勘違いした子。あーでも早熟か、早熟だったら勝ってもいいけどな、瞬発もええだし勝てんか。ペゴニアではなくこっちだね。500万、一歩一歩進んでいこう。ブラックパレット君はチャンピオンズカップ、マインドスキャン君は東京大賞典、スピード A、 勝負根性 S プラ、柔軟性 A プラ、精神力 A、 賢さ B、 健康 S プラ。申し分ないね。あー、でも距離適正が2100から3500、マジのステイヤーだ。超長距離大得意マンだ。ダートで超長距離ってないから、こいつが芝だったらね、よかったんだけど。まあまあ、よくは言ってらんないな。クソ強い馬だけど、距離適正にちょっと、難ありって感じかな。ケンシロウ君はジャパンカップ。でも2着来てんの、まあまあすごいな。この、2000メートルという、強者が集まる場で。まあ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 、よく頑張りました。下向きインフォームドくん、中一周放牧するにはちょっとあれなのでコマンド使います。でコマンド使ってあげて、はい、今日はここまでかな。いや今日楽しかったな、ありがとうございます、見に来ていただいて。また、まあ毎日はできないんですけれども、
仕事が早く終わった日とかはゲーム配信やら歌配信やら、歌配信は土日ですかね、基本土日の昼やっていますので、もしよろしければまた見に来てください。お疲れ様でした。マインドスキャン君は当時の距離そのまんまの東京大商、あ、昔はじゃあ東京大商店ってあれだったんだ、距離 2000m じゃなかったってこと、24とかなのかな多分。それだったら確かに良かったな。ダートの24とかってもうないからね、今日本に。60年代後半から1980年代前半までは 3000m。 それはちょっと鬼畜だね。 3000m だったら確証だったね。いやお疲れ様でした。見に来ていただいてありがとうございます。ではまた。